はみ出しクリエイティブ。はい、どうもざわと申します。はみくり実況続きからやっていくんだけど、さあシンポジウムがね終わりまして、さあひよりんがねこうやってきたところなんですけど、今日はどこから始めようか。なかなかすごいタイミングです。お兄ちゃんごめん、もうシンポジウム終わっちゃったよね。本当にごめんね。え、このひよりさん来てくれておーよかったと思いたい反面、見下されれば見下されるだけ愛を感じる、愛だけに、てへーが入ってますからね、これ、直前に。しお先輩に対して。なかなかすごい状況ですね、これね。じゃあ見ていきましょう。みんな、シンポジウムで傷を負ったな。うわー、突然現れた第二の肉親の登場に、両手をバンジャイして飛び上がるほどおったまげた。勘弁勘弁。マジ勘弁。途端に、気絶の表情を浮かべるしお先輩とミリさん。なぜ俺は弾くべき時に弾けなかったのだろう。後悔先に立たず。え？あれ？そんなに驚いてどうしたんだろう。何か大切なお話の最中だった？ある意味大切だったな。今はヒヨリンのお兄さんの性的嗜好暴露大会が行われていたところだ。うん。どうしてそうなった？あれ？今日のシンポジウムってそういう議題？あれれ？私何か勘違いしてたのかな。あれよ、みんな一斉に傷を負うっていう意味では、まあそういう議題だったんじゃねえか。もう傷を負うの確定だったからな、この回のシンポジウム。みんな本当すみませんでした、私が全面的に悪うございましたので、どうか妹にだけは内密にしていただけないでしょうか。なんでうちだとありで、ひよりんだとなしなの。それなしよりのなしじゃん。もうダメか。私の太ももに顔を挟まれた上で踏みつけられたいのだそうだ。ああ、なんかもうほんと、うちの兄が大変ご無礼をばいたしました。いやほんと、どうしてそうなった。すいませんね、もう、もううちの智弘くんもう止められないんで、本当にすみませんでした。ちょっと悪乗りして笑いを取りたくて、ありもしない自分の趣味をでっち上げて、本当。俺は手で顔を覆いながらさめざめと泣いた。セクハラした俺も悪いけど、こういう時に身内が現れるのは本当に辛い。タイミングかな。彼に謝らせておいてなんだが、実は私もヒヨリンに謝らなければならない。お兄さんを助けるよう頼まれていたのに、力になれなかったんだ。まあ、なれなかったというか、ならなかったんだけど。いえ、それは。そもそも私がお手伝いしなければいけなかったので、謝られることでは。助けてほしいと頼まれて、承知したと答えたのに何もしなかった。できなかったではなく、しなかった。うん、だからヒヨリンには詫びておきたかったんだ。ああ、泉くんに対しては特に詫びるつもりはない。慣れ合いは君も好まないだろ？まあだから、できればね、もう二度と来ないでいただけると。すいませんね、俺のトゲが。まあそれも常盤が潮先輩に頼るのを拒否ったとこはありましたし。というか私もまだお兄ちゃんに謝ってないので、結局間に合わなくてごめんなさい。謝るよりかはよくやったと褒めてあげればいい。いろいろあって孤軍奮闘していたが、彼はうまく乗り切ってみせたよ。詳しい話は後で本人から聞くといい。おとなしく進行を務めるだけではなく、大勢の前で啖呵を切ってみせるほどの真似をしてみせた。いやー面白かった。あ、シオプヨからお褒めの言葉いただきました。アザマル水産です。トモスケやるじゃん。アザマル水産、褒め言葉でしたか今。ミリさんから拳をグリグリと右頬に押し付けられ、ようやく今日という日を乗り切った実感が湧いてきた。まあ新しい問題も出てきたかな。文化祭という。単価を切ったのは潮先輩のせいだし、この人が面白がっていたのは俺が黒歴史ものの恥をさらした場面だけど、よくやったのか俺。そうか。ではお先に失礼させてもらうよ。最後にヒヨリンと会えてよかった。今日は午後の授業に出た分の時間を無駄にしてしまったものの、それを差し引いても楽しませてもらった。こうしてヒヨリンと出会えて私は嬉しい。ヒヨリンばっかりだなこの人。まあうちの妹の知名度を考えれば当然かもしれない。というかあなたただのファンですよね。もう完全にファンだね。ああそれで仕事の引き継ぎだったか。明日の放課後も生徒会にお邪魔して質問などあれば受け付けよう。
聞きたいことがあれば電話しろと言ってたのに直接来てくれるんですか？うん、まあ目的は君たちの見学だが、君たちが文化祭までにどんな行動をとり何を見せてくれるのか興味がある。毎日来ていれば1週間のうち1日は日和に会えるかもしれないしな。時はの体に触れていた時から気になってたんですけど、塩先輩、女の子にも興味ある人じゃないですよね。恋愛はしてみたいと言っただろう。面白ければ性別は問わない。そうなんだ。マジだった。ただガチっぽく見えないのは恋愛的な精神面での部分が主体で性欲的な要素が見えないためか。何、塩ぽよ恋愛に興味ある気なら、うちのともすけとかどうよ。ともすけも塩ぽよ好きそうじゃん。うち学園内恋愛は全然ありみたいな。なぜミリさんは錦さんで一度失敗してるのに同じ話題を繰り返すのでしょう。泉くんか。泉くんはまあ文化祭次第だな。まあこっちは願い下げです。え、脈あるの？は、マジで？え、何この流れ。私がいない間に一体何があったというの？もしかして今日はシンポジウムとは名ばかりのマチコンみたいなイベントだったの？そんな楽しいイベントだったらどれほど良かったことか。針のむしろだった。あ、うん、まさかのマジレス。うちの兄がボケを挟まないとは、いいほどの辛労が。お疲れ様でした。相当頑張ったんだよ、日和さん。兄弟仲良くするといい。ではまた明日の放課後に。放課後だけじゃなくて授業も出ろよ。ミリさんの声が届いているのかいないのか塩先輩は振り返らずに去っていった。なんだあの男らしい背中。あ、じゃあカノチンとスミピッピのとこ戻ろうよ。二人とも早くトモスケと話したいだろうし。スミピッピのところな。え、そんなに？そんなにお兄は頑張ったの？何があったのか割と本気で興味ある。生徒会室へ着くまでの間で話す。というかミリさん大げさに言ってるだけだ。とは言いつつも確かにいろいろな出来事があった。生徒会室へ着くまでの時間で全部話し終えるのはちょっと無理そうだ。あ、おかえりなさい。うん、泉、日和もおかえり。この二人にとってすればあれだよな、まあ、ちょっとした英雄だよな、この友博くん。生徒会室へ戻ると思いがけず歓迎をされたので戸惑った。錦さんはわかるけど、時輪がものすごくニコニコしていて、誰お前状態。二人には大変なご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。お仕事なんだし、いいからいいから。私も錦さんも全然怒ってない。というかね、その分泉がすごく頑張ってくれたんだ。頑張ったかな。台本通りに進めただけだし、重くそう一回やらかしたし。私をかばってくれたせいで、喋れなくなった私の代わりに進行を代わってくれたからで、私あの時泣き出してしまいそうでした、うん、すぐに交代を申し出てくれた先輩がとても頼もしく見えて、そのはっきり言ってかっこよかったです。やった。自分に対してかっこいいという形容詞が使われたのはいつ以来だ。人生初までありえる。そうなの。あれだよ、お兄ちゃんとしてかっこよかったんじゃないの。まあでも日和さんからすれば。しかも現実は大勢の前で声が裏返って大爆笑されたんだ。一体どこがかっこよかったのだろう。いやでもああいうのがかっこいいのよ。私も最初にとちっちゃってかなりいたたまれない気持ちで座ってたんだけど、私が何もできない間泉が全部進めてくれて、それでかなり救われたとこある。正直見直した。時はと錦さんは少し俺に都合良すぎないかと思う脚色を加えて今日の出来事を日和に話した。声裏返ったとか自分では言いたくなかったので助かる。あと不登校についていろいろ言われてた時も、私自分のことを言われてるみたいでやっぱり悔しくて、だから内容はともかく泉が言い返してくれたのが嬉しかった。もうちょっとガツンと言ってほしかったのはあるけど。ああ、時矢はガツンと言い返したい派だよな。悪い、俺にはあれが限界。いいよ、会長が全方面に喧嘩売るのもなんだし。それよりも私の気持ちに応えてくれたのが嬉しかったの。
そりゃ体に触れつつ名前を呼ばれればな。女の子に頼られたみたいであんな状況でも軽くドキドキした。あれ、あの時のあのカノさんめっちゃ可愛かったよな。私も嬉しかったです。先輩すごく頑張ってくれてるって隣でずっと思ってました。私何もお手伝いできなくて、せめて手を握って思いを伝えられたらと思ったんですけど、それも恥ずかしくてできなくていやでも膝よ、膝が来るよね、ゾクッと来るよね膝とかさ、この太ももあたりゾクってくるよね。そこまで言うと、錦さんは真っ赤になった顔を下へ向けて黙り込んでしまった。で、膝を握ってくれたのは手を握ろうとして届かなかったのか。なんだその可愛いエピソード。錦さんに手を握られたら握り返してしまうな。こんなことをしたら嫌われてしまうかな。まあでも今回の武勇伝でチャラよ。え、何このうちのお兄ちゃんを称えようのかい。うん、肉親として兄がベタ褒めされてるの、なんとなく居心地悪い。でも今日の私は最大のやらかしをしてしまったので、素直に私もお兄ちゃんを称えるよ。私のミスをカバーしてくれてありがとう、お兄ちゃん。日和が落としてくれないと褒められっぱなしです。ん？座りが悪い。ちゃんと落として。今日の日和はダメダメな子だったので、うん、その権利を持ち合わせていません。ありがとうお兄ちゃん、感謝します。お兄ちゃん、大日本お兄ちゃん万歳。なんだ大日本おじ、 お兄ちゃんって副会長の務めを果たしてくれ、頼む、俺を落とせ。落とすんだこいつ。さっき超美人の前会長に太ももで顔挟まれたいとかセクハラかましてやがりました。やめろいや、そういう落とし方じゃなくてね、本気で嫌われそうなのはやめろっていうか手遅れだろこれ。どうしてくれんの。私自信なくて、なんでそんなに好かれようとするエロネタ慣れしてない子ってこんなにも聞いてて恥ずかしくなる返事の仕方しちゃうんだ。うわー、こっちが照れてきた。今日の泉は頑張ったし、少しくらいはバカやっても仕方ないか。おう、いいよ、帰りのデパートで女性ものの靴下売り場を覗くくらいは許してあげる。やばいだよねそれ、最終的に通報するやつだよね。許すだけで、その見るのはご許可くださってありがとう。慎んでご返却いたしますので、3枚1000円の靴下でも買って帰ればいい。いやー、こうして見てるとみんな今日でずいぶんと仲良くなったんじゃね。絆じゃね、仲間じゃね、青春じゃね。みんなで楽しく話していたら、ミリさんが例のおぞましい三単語を口にするので俺は震えた。錦さんだけがうなずいていた。はあ、なんだかいい雰囲気で自分が今日この場にいなかったのが悔やまれる。明日は久しぶりに朝から登校しようかな。お？ひよりん明日の授業出るんだ。お、いいじゃんいいじゃん。それでこそともすけが生徒会立ち上げた会があるってものだよね。まあ学校にね来る理由ができるっていうのはね、まあいいことだし。うん、いや俺が立ち上げたというのには少し語弊が。鳥間今日はみんなよく頑張ったし、恒例のタコパン行っときますか。またか。え、たこ焼き。うん、仕方ないな、今日は私も泉に5パックくらいおごってあげようかな5パックも食えるかありがとう、その気持ちだけでお腹いっぱいだよ。遠慮しなくていいって、男の子だもんね。6パックいっとく死んじゃうねそれは。遠回しな拒否が伝わらなかったみたいなのではっきり言うね、どんなに好きでも5パックは無理だし、なんなら1パックでいい。これだけはっきり言ったにもかかわらず、なぜか時はふふふと言いたげな笑みを浮かべていた。遠慮はしていないもうたこ焼きの話になったらダメだなこれ。私も先輩に肉まんごちそうします。そっちはいただきます。お兄がそんなにプリンを好きだったなんて、買い出しは私に任せて。日和に任せたら全部甘いものになるだろう。俺も行く。ていうか全員で行こうよ。うん、その方が絶対楽しいって。もう前の時も全員で行けばよかったのに。でも私少しでも内容を覚えてるうちに議事録をまとめておきたいんです。真面目。書きそびれた箇所もいくつかあったので。おお、あすみさんできる子。そういえば途中から錦さんに議事録を任せていた。軽く覗いてみると俺よりもよほど綺麗にまとめてくれていた。あー、じゃあ私も錦さんの手伝いした方がいいか。
内容わかるのは私と泉だけだし、うちも手伝うよ。っていうか、うちはうちでメモ書き残してあるから照らし合わせよっか。泉先輩が買い物へ出ている間にある程度まとめておきます。帰ってきたら確認していただけますか。助かる。錦さん、なんだかやりがいを感じているみたいだ。彼女を役職につけるとすれば初期で決定かな。なんか似合いそう。お兄はやればできる子だと思っていたけど、本当にやれてしまったね。おお、たこ焼きを買いに仲見世の商店街まで来てみれば。日和がよくわからないことを言い出したので、今の心境を表情にしてみせた。表情、どんな表情をしてる。何かに似てる。さてはマントヒヒの顔真似かな。日和が俺を育てた風な発言をするから。いや、事実衣食住お世話になっているけど。今日は迷惑をかけてしまって本当に申し訳なかったけど、お兄が生徒会長としてやる気になってくれたのなら、結果としてよかったのかな。やる気になってない。今も時はにどう押し付けようか知恵を巡らせてる。みんなに褒められて頼られてまんざらでもなかったんじゃないかな。そりゃ褒められれば誰だって嬉しい。だけどそれで木のてっぺんに登るほど俺のおつむは満喫してない。私はお猿さん好きだよ。リスザルかわいい。お山の大将は好きじゃありません。大将は、お、みんなと一緒にお山で暮らすのは嫌でもなくなったんだ。日和、今日はグイグイ来るな。昨日までは時和や錦さんから嫌われても骨折程度で済んでいた。骨折程度でな。それ程度じゃないな。だけど今となってはあの二人にお前なんか嫌いと突き放されたら致命傷を負う。潮先輩のように全てを投げ出して、もふてぶてしくいられる強さがあればいいけど、あれは強さなのか。俺は身近な人間から無責任だと責められるのを何より恐れる弱い人間だ。日和のためだと思っていたら自分の方が楽しくなってきてしまった。しかしそれと同時に弾き出される恐怖も得た。集団に依存するのは怖い。楽しければ楽しいだけ、傷つかないうちに逃げ出したい気持ちでいっぱいになる。今日はたまたまうまくことが運んだけど、いつか時和と錦さんに自分の化けの皮が剥がれてただの廃人ニートだと気づかれそうで怖い。まあ若干気づかれそうっていうか、まあもう直に化けの皮剥がれると思うけど。お兄はやればできる子だって言ったでしょ。妹として世界に自慢したい。何この兄バカ、聞いてて超恥ずかしい。その程度でお兄ちゃん自慢したら羽柴秀長に笑われるぞ。あいつのお兄ちゃんマジすげえ。こうしてお兄ができる子になっていくと、いずれ私の助けもいらなくなるのかな。いやいや、日和がいないと生きるのすら無理。それだと日和も困るだろうけど、11月までの任期を終えればまたいつも通り帰ったら部屋にこもってソシャゲの毎日だよ。日和には迷惑をかけるね。ゴホゴホ。お兄さん、それは言わない約束でしょ。うん。もしそうなったら私が優しくしてあげるね。もうダメだこの二人は。二人とももう出来上がっちまってるわ。他に不安を打ち明けられる相手がいないのもあって、妹にガチ相談をしてネイティブな面まで晒してしまった。もう、まあ、いわゆる強依存ってやつやなこの二人は。本当にこのままでは生活面だけではなく精神面でも妹に甘えてしまう。気持ちを明るく切り替えねば。あ、お兄、今川焼きある。あ、今川、やばい、今川焼きという文字が。よし、ちょっとスーパーに行かなきゃな。たこ焼きと一緒に今川焼きも買いに。今川焼きって売ってんのかな。たこ焼きに肉まんに今川焼きって絶対食べきれないやつだろ。もうカロリー的にやばいな。もったいないからやめておこう。私食べる。前回も同じことを言った日和を信じて多めに買ったら、結局食べきれないと言い出して、残った分俺が片付けたよね。あれはなかなかにしんどかった。わー、時和さんも錦さんも絶対喜ぶよ。カスタードもあるし、かぼちゃもあるよ。私を信じて。カスタードの今川焼き、あれマジで美味しい。まずい。これ動画撮り終わったら買いに行こうかな。わかった。じゃあ日和がじゃんけんで勝ったらで。え、どうしていつもお兄は結果が分かりきっている方法で決着をつけようとするの。ド M だからじゃね。982回も負けていれば今回こそ俺が勝つ。
はい、じゃんけん。結局負けたと。負けた、うん、負けるよな。カスタードとかぼちゃの今川焼きを両方買う羽目になった。これ絶対時和さんも錦さんも大喜びするよ。めっちゃウケるよ。お兄の会長としての評価がますます上がるよ。これ以上評価が上がったら、に錦さんに大好きって言われちゃうかな。告白されるとかじゃないんだ。そんな期待を抱かれても困るけど。お兄の希望があまりにささやかすぎて、それはそれで泣けてきた。仕方がないから、可愛い妹がお兄のささやかな望みを叶えてあげちゃうぞ。お兄トキー、私は大トキー。あのペットショップ見てみろ。すごい、サルがいる。リスザルって本当に可愛いな。今の日和の顔みたい。トキー、ウキー。顔を引っかかれた。サルそのものだった。でもやっぱり日和がいると楽しいな。うん、そうだ。日和がいる間は集団の中に自分がいても大丈夫だ。日和さえいれば俺が失敗してもフォローしてくれる。もう完全に頼り切ってるだろ、それ。だから日和のいる今日くらいは打ち上げを楽しんでもいい気がしてきた。誰にも嫌われる心配がなければ、俺だってたまには美味しい思いをしたい。楽しいよ。可愛い女の子二人と、これまた特別可愛い妹とタコパできるんだ。楽しいに決まっている。そりゃそうだな。明日からはまたおとなしくするから、少し頑張った今日くらいはいいだろ。日和と二人で飛び跳ねながら自分を待つ人のいる生徒会室へ戻った。いやー、なんとかやりきったな。俺が主人公だったらもう、いやー、お疲れさーんって、もうなんか自分に美味しいもん買うだろうな。酒飲めるんだったら飲むし、もうこんなん飲めねえけど。あ、飲めんのか一応。こいつらは嘘だろ、何があった。左上のタイトル、二度あることはに書いてあるわ。なんか嫌な予感すんなこれ。普段はまず見かけないライムのアイコンが点灯していた。なんだと？俺はどうやら年上受けするらしく、2ヶ月に 1回程度のペースで見知らぬお姉さんから一度会ってみないとよく誘われる。即風呂からの通報。そうだな。それはまずいよな。しかし、ここ数日の流れを思い出すと、まさか、いや、常識的に考えられないのだけど、まさかの可能性がある。ミリさんとアメリの自撮り画像はありがたく脳裏に保存させていただいている。まあ、消したのか。さすがに。今日は誰だ？時和か？まさかの錦さんか？フェチ的な観点で言えば、潮先輩が一番やばい。あの足にニーソックスを食い込ませている画像なんて送られてこようものなら、午前中は休まざるを得ない。抜くためにか。俺、潮先輩と繋がってなかった。そうなのよ。よかったな。そもそも一度の事件が二度起こっただけでも奇跡なのに、三度目の事件があるはずもないだろう。どうせ業者だと思い、相手を確認もせずにライムを開いた。そしたら？どうしたの？お兄ね。お兄が犯罪に走らないよう、うん、お兄の大好きな妹が、一肌、かっこ文字通り、脱いであげたよ。ギリギリを楽しめ。終わっとるな。我が妹ながら終わっとるな、これ。マジで言ってんのそれ。手当たり次第に頼んで捕まったりしないようにね。うん。お兄を大好きなマナ妹、かっこ、マナ妹と読みます。かっこたち、との約束だよ。戻ります。まさかの妹の自撮りだった。いやー、某、想像しいリブートにちょっと同じようなパターンありましたけど。もうマジか、マジでやってくんのか。これはまた日和にしては大胆な。あくまで爽やかではあるけど。ギリギリね。紐が見えるぐらいのね。さすがにいやらしさはみじんもないものの、太ももがギリギリまであらわになっている。日和のファンなら、何だったっけ？短歴じゃねえ、なんだっけ、水田。忘れちゃった。ものの制服画像だろ。これな、前、調べたんだけどな。送られてきてからその後、日和からのメッセージは特にない。妹の真意もわからず、俺はただその太ももを見つめた。太もも好きだからってな。日和の足細いな。
意識して見たことなかったけど、いっそいやらしさなど微塵も感じないほど綺麗な足だ。おお。ただその桃のあたりに垂れているのは下着の紐だよな。日和がこれ見えてるのに気づかないはずないから、ここまでは許容範囲ってことなのかな。うん、まあそうなんじゃないの。めっちゃドヤ顔っていうね。そのせいかどこか照れが見える。一見するとプロの作った完璧な笑顔に見えるけど、普段の肌と比べてほのかに蒸気しているのが俺にはわかる。そうなの。なんというかその方がエッチだ。画像そのものにエロさは感じないけど、日和がこれを送ってきた事実がエッチだ。うん。しばらくじっと眺めていたら、妙な興奮がムラッと湧いてきた。おい、大丈夫か。無駄に可愛いおすまし顔が普段家で見る機会のない表情なのもあって、反家族、反他人のようだ。その挙句、時和が一人でしてるだとか、潮先輩の足だとか、ここ二日の画像とか、いろいろなものが脳裏に流れ込んできたので、いよいよ俺は追い詰められた。よし、自家発電するかと。いや、いくらなんでもこの画像でいたしてしまうのは、人倫にかかる行動の気がするかな、これ。なんて読むんだ、これ。むずいな、ってか、感じが。これから、投稿なのもあって、ひとまず人の道は踏み外さずに済んだ。悶々とした気持ちが収まるまでに時間がかかるけど、かかったけど、今後は般若経を唱えてやり過ごした。これが妹でなければ一発で惚れてしまうくらいには可愛かったんだな、日和。今更だけど、妹だから意識したことがなかった。頼むから、日和の下着とか見て興奮してくれるなよ、俺の脳。それだけは頼むぞ、それだけは。ただ、まあ、おそらくルート行ったら興奮するだろうな、お前は。うん。どうしようもなくなるだろう。おはよう。どうもです。一階へ降りて実際に顔を合わせてみれば、日和の方も心持ち固まっていた。やりすぎたと思ってるのか。自ら自撮り画像を送ってきたくせに何を？ああ、これ、いたずら心で送ってはみたものの、送信ボタンを押した後で急に恥ずかしくなってきたやつだ。そもそもなんであんなものを送ったのか問いただしたいけど、聞いてもいけないやつだこれ。日和にしては珍しくネタで流せずに意識している。あ、いや、え、さっき部屋で撮ったの？目の前の耳がポンと赤くなった。俺がその話題に触れないと思ったのだろうか。いや、触れるだろう。触れない方がガチっぽくてまずいだろう。いや、そのために撮ったというか、今日の自分の仕上がりを確かめるために写真撮ったから、ソニョついでにね。ソニョね、うん、ソニョね。送ったのは、お兄が犯罪を起こさないようにね。その他の意図はないからね。画像を送ってきた理由を自分で言い始めた。その他の意図って、なんだろう。一昨日はやたら下着画像の送り主を気にしていたし、もしかして変な対抗心でも燃やしてるのか。嫉妬ではないとは思うけど、なんという感情なんだろう。この場を収めるには日和の対抗心のようなものを落ち着かせてやるしかない。わかった、任せろ。今後は知人ならぬ知人女性に下着姿の自撮りを許容したりはしない。今後はつうか、まあ、おとといもさおとといも自分からは要求してない。俺を信じろ。うん、うん、鬼が罪を犯さなければそれでいい。いや、家族として心配してね。女の子の自撮り画像がお好きなようなので。あくまでエロ目的ではありませんよという点を日和は強調した。俺もうんうんとうなずいた。まあ我ながら撮影のいい練習にもなったよ。今度雑誌の表紙をいただけたりもしたからね。あ、そうなの。お、すごい。その雑誌は買おうかな。今日の日和の写真素直に可愛いと思ったし。え、本当？私を可愛いっていうの珍しすぎるんだけど。どこを見て。足とか細すぎてこんなに綺麗な足してるんだって今さら驚いた。味噌汁の暴力。鬼私確かに足は見せたのだけど、うん、そんな見られ方をするとは思っておらず。あにょうん、うんうん、純粋に綺麗だと思ったんだ。細すぎるからもうちょっとご飯食べなさいとか。そんな最近は露出も増えたので、むしろ痩せなければならない。そうなんだよね。これきついよね、芸能の人って。もうなんか痩せなきゃいけないからさ、
やっぱ見栄えね、良くするために。もうだから無理やりにも、でもみんななんか裏で努力してんだよな。うん、日和が健康ならそれでいい。頑張ってるんだもんな。いいことだ。うん、頑張っています。恥ずかしい。その後は二人とも無言のままもそもそと朝食を口にした。なかなか次の話題を切り出せずに、俺と日和は目を合わせることすらできなかった。そんな俺たちに心温まる話題を提供してくれたのは、今日のにゃんこのコーナー。ありがとう、マンチカン。よかったな。お、んー、じゃあ今回はここまでにしますか。30分ね、経って。あー、まあ日和さんが血迷ってと。まあ、あの、最初の選択肢の時点でね、何かあるんだろうなとは思ってたんですけども、ここでかっていうね、ところだったな。いやー、日和さんの足いいね。まあ、ただ、実米だからな。そう、俺ね、結構実米はきつい派閥なんで、おー、まあ、この後ね、どういう話になっていくのか、みたいなところありますけれども、はい。次回もお楽しみに。それでは、バイバイ。